皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですけれども、今回はバイデン現大統領を占ってみようかなと思っています。まあ、大統領の任期ももうすぐ終わりますけれども、まあこの前トランプさんがちょっと撃たれてしまいまして、まあ命は別状なかったんですけれども、まあそれによってね、まあバイデンの影響ちょっとどうなるのかということで、占ってみようかなと思っています。まあね、最近ちょっとバイデンさんもね、あまり印象が悪くなっているようですのでね、まあなんか名前を間違えてしまうというハプニングもあるらしいんですけどね、まあちょっとどうなっていくんでしょうかね、バイデン大統領。ちょっと占ってみますね。まあちょっとね、トランプさんよりもね、逆に命を狙われやすい感じはしたんですけどね。まあ前回、まあ去年も占ったんですけど、まあ死神がれっぽいのが出てたからね。まあトランプさんもね、なんか死神出てたからね。去年、まあ下半期とか占ってますからね。まあタロットって近い未来を占うのがやっぱり適してる戦術ですので、まあ遠い未来になったらね、やっぱり漠然とはなってしまいますけどね。じゃあ、バイデンさんね、バイデンさんどうなっていくんでしょうかね。なるほどな。ちょっと、結論から申し上げると、大統領をちょっと辞めるっていうのが出てるんだけどね、結果から見たら。ソードの6が出てるでしょ。だからもうちょっと良い方向へちょっと逃避するみたいな感じ。諦めるみたいな感じのカードがです。一旦退却するっていう意味のカードが出てる。からちょっとね、大統領ね、ちょっと退けそうな感じがするよ。っていうのも、結構本人もね、自覚はしてる感じがする。もう、ちょっと自分ではやっていけない感じがするかな。だから派閥がある。派閥があって、あとは党が荒れてるんだよね。やっぱりトラブルまみれになってしまうっていうね、自覚はなんかすごい出てるみたいな感じよ。なんか結局だからアメリカをよくできないじゃんって感じで思えてる感じはするけどね。結局なんかそういう状況についていけてないちゃうのかなっていうのも出てるかな。でも過去はね、良い職場とか良い環境とかっていう意味のカードは出たからね。だから充実してたと過去はあったんだけどね、今決断をなんかして考えてるような感じはするよ。まあちょっとね、本人も大丈夫かなと。まあお弟子さんかわかんないけどね、ちょっと次の候補者を探すような感じのカード割れてるけどね。まあ近い未来がちょっと心配なんですけどね。鳳凰の最長の逆位置が出てるんだよね。だからちょっとこれは法律に違反することとかっていう意味のカードと、まああといい死に出会えない、いいブレンに出会えないとかっていう意味のカードもあるよね。だからちょっと法律違反とかで捕まっちゃうのかなっていうのもちょっと危惧があるよね。だってこれ違法行為っていう意味のカードでもあるからね。だからそれによってちょっと退けなければいけないっていう意味でもあるからね。まあ本人はなんか自覚はしてるみたいですよ。
まあしかもね、障害としてはね、別れとか傷つくとか抽象っていう意味のカードがあるからね、ちょっとね、やっぱり次の大統領バイデンさんは継続難しいかなって言われてるけどね、だから新たな人をね推薦するんかもしれない、感じがするかな。まあなんとかなるでしょう。なんとかなるって言ったら、バイデンさんはちょっとなんとかならないかもしれないけど、じゃあ最後に、じゃあちょっとおまけで、まあアメリカのちょっと状況、今後近い未来見てみましょうか。まあこれはね22マイル占うんで漠然と出るんですけど、でもアメリカも結構ね今混沌としてる感じがしますよね。まあ、トランプさんまたね狙われるかもしれないし、まあ、前回も占ったけどトランプさんもねなんかすっごいいいですとは言い切れなかったよね。なんかやっぱり外部からのねなんか圧力的なカードが出てたけど、もうでも本人はもうねその貫かなきゃいけないみたいな感じで出てるからね。じゃあアメリカちょっと近い未来どうなっていくのか、まあ、今年はね大統領とかのね選挙の年って言われてますからね。まあ東京だったらまあ小池さんになっちゃったし、また衆議院選挙もありますよね。でイランだったらイランとかのねイランの大統領もねなんか墜落ヘリがねなんか落ちちゃったし、もうちょっといろいろ世界ではいろいろありますよね。じゃあアメリカどうなっていくんでしょうかね。ちょっとアメリカはねまだ不安定が続くな感じがするかな。あれもエンプレスが出てるね。あでも党が出てるね。でもそのトラブルをなんか抑えてくれる人がなんか出現しそうな感じが出てる。それは女性のカードが出てるからね、なんか女性の人がなんか活躍するんじゃないのかっていうのは出てるけどね。今すっごいね暴走してる感じがするのと、悪習慣が戻ってるって感じがする。まあ守られてるものは守られてるんです、法律とかで。でちょっとね悪い方向にね行っちゃった感じがするね、過去は。カルマカードの逆位置が出てるからね、なんか悪いツケがねなんか今来てるような感じがするよ。まあでも近い未来はね愚者、逆位置が出てるからね、愚かな行為とか、あとうまい話に騙されてしまうとかっていう意味のカードが出てるかな。なんか何をやってもちょっと失敗してしまうって感じのカードかな。まあやっぱり住民とかはやっぱりねアメリカを戻してほしいっていう気持ちはあるんだけど、まあ環境的にはもう死神が出てるのとムーンが出てるからね、なんか真実を隠されてるような感じがするって感じがする。なんかやっぱりアメリカではねすっごいいろいろな問題が起こってる感じがするよ。でもやっぱり救世主みたいなのがやっぱり現れてほしいっていう気持ちがすごい強いかな。でもやっぱり女性のカードが出てるからね、エンプレスの、だからすごい豊かにしていく人がねやっぱり変えようとする人が現れてるのは出てるけどね。まあただ障害もあるんだよね、女教皇が出てるからね。女教皇が出てるから、まあちょっとこれ浅はかとか無知とかっていう意味のカード、なんか真実を闇に葬るっていう意味のカードでもあるからね。まあバイデンさんがねちょっとね退却しそうな感じは出てるけどね。まああくまでご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。